高萩市場君田茨城県道245号上、君田小妻線は、茨城県高萩市場君田から、日立大田市小妻町に至る、一般県道である。高萩市大和城郡電磁内の茨城県道227号上、君田大農線分岐を起点に西に向かい、日立大田市小妻町の国道349号交点を、終点とする東西に連絡する、一般県道である。 阿武隈山地のほぼ中央を抜ける山道であり、前線を通して、道幅が狭く、見通しが良くないので、通行には注意を要する。道幅は、前線を通して1車線ほどしかなく、対向車とのすれ違いが困難である。通行車両の制限は特に設けられていないが、現実的には、大型車が通行できるほどの福音はない。 本路線の西側にあたる日立をお足しなキの 8.1km の区間は連続雨量200ミリになると通行止めとなり、降雪時はチェーン規制がかかる。沿線は集落民家がない人気のない薄暗い山中の道路であり、交通量はほとんどない。阿武熊山地の南部域を東西に縦断する。東側の高萩市側は比較的なだらかな地形であるのに対し、 西側の日立大田市側は、高低差が大きくてカーブも多く、道路脇は落石もあるむき出しの岩が露出する崖がある。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積算4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。